基礎づけ主義とは、信念や判断の構造に関する立場であり、哲学の様々な分野に存在する。知識とは、正当化された、まなる、信念であるというのがプラトンに由来する伝統的な定式であるが、ある信念を正当化するための何らかの基礎を認めることができるかという問題を肯定するのが基礎づけ主義である。基礎づけ主義の理論では、ある信念が、 認識論的に正当化されるのは、それが直接、あるいは基礎付けの連鎖を訴求していけば、究極的には、自命な基本的な信念によって基礎付けられる時だけで、あるということになる。言い換えれば、このような立場は、署名代の確実さは、絶対確実な疑い得ない根拠から正当化の連鎖によって派生的に与えられるものであるとみなす、ことでもある。その場合、 これ以上そこをできない一つの基礎的なものによってすべての派生的な諸信念の体系が根拠づけられることになることからこの基礎をテコの原理で地球を動かしたアルキメデスの偶話になぞらえてアルキメデスの点と呼ぶその基礎自体が信念である場合はそれ自体自明であるとか自らを正当化するとされるが大抵の場合基礎づけ主義者たちはデカルトの名跡判明や 古義との疑いなさなどの、それ自体は、信念ではない、心理的、精神的な出来事、状況または、経験によって正当化されるものとみなしてきた。その基礎について、デカルトのように、理性に求める立場を大陸合理論、ジョン・ロックのように、経験に求める立場を、経験論と呼ぶ。大陸合理論は、絶対確実性の保証人として何らかの意味での、神を要求するのに対し、 経験論は、そのような保証人なしに、人間の経験を基礎に温当な道を進もうとする、ものである。デカルト、ロックらの古典的基礎づけ主義においては、基礎的信念は、絶対確実であることが要求される。もしもある信念が、絶対確実な基礎的信念から演繹できるのなら、その信念も、絶対確実である。問題となるのは、演益できる範囲であって、ロックは、 神の存在や数学の確実性は論証的知識に属するものとして演繹できるが自然学は確実ではなく外然性を持つに過ぎないとした点にデカルトとの相違がある古典的基礎づけ主義から基礎的信念の確実性の要請を取り払ったのが穏健な基礎づけ主義である基礎的信念の上に他の信念が積み上げられるという正当化の構造は 古典的基礎づけ主義と共通である。しかし、基礎的信念は、それ自体で非常に確からしいといった程度のものが、使われ、推論としても、演繹的推論だけでなく、機能的推論も認めることが多い。バートランド・ラッセルが提唱した。基礎づけ主義のうち、真なる信念は正当化されていなければならず、かつ、その正当化について、 認識主体に知られていなければならないという立場を内在主義という。したがって、その基礎が信念であるか、それとも信念以外のものであるかによって、信念論的で内在主義的な基礎づけ主義と非信念論的で内在主義的な基礎づけ主義を区別することができる。その後、信念論的で内在主義的な基礎づけ主義は、ミュンヒハウゼンのトリレンマによって、 そこを問題を引き起こすことから不可能であるとされるに至った。非信念論的で内在主義的な基礎づけ主義はイギリス経験論のように経験や感覚といった信念以外のものを基礎に求めるが、ウィリフリット・セラーズによってこれらが前提としていたセンスデータ論が所世の神話であるとして批判にさらされるようになった。その後、いわゆるゲティア問題をきっかけに 内在主義を放棄して、外在主義を取るものが増えてきた。基礎付け主義のうち、真なる信念は正当化されていなければならず、かつ、その正当化について、認識主体に知られている必要はなく、客観的に成立していればよいという立場を、外在主義という。アルビン・ゴールドマンは、ある信念が知識かどうかは、その信念が、因果的に適切な仕方で生じたかどうかによって、 決まるという知識の因果説を提唱した。フレッドドレツキは、その信念が間違いであるならば、その理由が得られることはないであろうような、決定的理由に基づいて、その人の信念が信じられている時かどうかによって判断することができると主張した。信頼性主義と呼ばれる立場で、最も有名なものは、プロセス信頼性主義であり、正当化に関する外在主義の中心的な立場である。 プロセス信頼性主義によれば、ある信念が正当化されるためには、その信念が信頼のおける認知プロセスによって形成されることが必要である。D.M. アームストロングによって提唱された。特に近年において、基礎付け主義は有力な反論を受けることとなった。実際に基礎として働くような信念は、絶対確実からはほど遠く。 あるいはたとえそれ自体で非常に確からしいという程度の基準が使われたとしても基礎的信念自体が非常に胸ようなトートロジーであって他の信念の基礎として働かない。こうして基礎付け主義は時代遅れとみなされるようになり近年では基礎付け主義を放棄して整合説を支持する者が勢力を持つようになってきた。ありがとうございます。